皆さんこんにちは。真面目と放送部第10回記念大会ということで、今回はプララお願いします。はい、私がテーマを考えてたんですけど、はい、こちら答え合わせゲーム。おー、これツッキーさんとやりたいなと思いまして、はい、まあ、テーマを決めて、はい、赤い食べ物はってお題だったら、うん、何かなって考えて、答え合わせる的なね、うんうん、そういうのちょっとやりたいな、合わせる的なね、的なやつをやりたい的な、そしてお互いを知る的な、そういう感じです。そういう流れ的な感じね、的な感じ。 OK、 わかりました。じゃあお題をお願いします。そしたら動物園にいる動物動物園にいる動物動物園にいる動物といえばみたいなといえば OK、 わかりました。わかった OK、 いいよ、いきましょう。 OK、 これは楽勝でしょ。あれでしょ、動物園といえばっていうことでしょ。要はそうです、人気者ってことでしょ。そうそうそうです、そうです、そこにみんな並んで見に行くみたいな。そう、そういう感じです。この人しかいないでしょ。私もこの人しかいない。スタメンでしょ。よし、いきますよ。はい、せーの、ゴリラ。そうだよ嘘でしょ。ゴリラですよ。いや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 、動物園といえばだよ。動物園といえばゴリラ。え、せめてパンダとかさ。え、あ、どのど、ゴリラ。ゴリラです。ゴリラ見に行きますよ、私、動物園。いや、ゴリラも確かにそうだけど、人気者でやっぱさ、大きくて。ゾウはインドで見るんですよ。ゴリラだってさ、ま、あれでしょ、亜熱帯の方でしょ。何よ。いや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 、ダメだね、合わないね。じゃあ次行こう。次じゃあ お題をお願いします。夏といえば。はいはい、はい、これはね、はい、ちょっと広いけど、もうあれしかないでしょ。はい、のがあるからね。はい、これはもう青春ですよ。自信ある。青春青春ですよ。いくよ、せーの、海。あら、びっくり。いや、海も青春じゃん。いや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 、海青春なの。花火、大人になってからもさ。いや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 、花火来たね、ウフみたいな。花火綺麗だな。でもさ、はい、あの花火よりもお前の方が綺麗だよ。ドキューンみたいな。ほら、青春じゃないですか。海だってなんか、海だってあるじゃん、ほら、みたいな。バシャバシャ。やめろよ。やめろよ。私を捕まえてみな。できるじゃん。ああ、確かに。いいの。じゃあ次お願いしますね。どうしようかな。これは果たして今日中に会うことがあるんでしょうか。どうしようかな。じゃあ次ね。学校にあるもの。学校にあるもの、はい、いろいろとこうあるじゃないですか。うんうんうん、なんとか、かんとか。わかるわかる。なんとか。学校にあるものね。もので。じゃあ教室にあるものにしましょうか。教室にあるもの。オッケーオッケーオッケー。大丈夫。もうこれは一番ね、はい、もうね、目につきやすいものを書けばいいだけ。これ以外にも、私もこれを見て、うん、学校だもんね、学校以外にもあるけどみたいな。はい、あ、はい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 、あるじゃん。いいです。学校にしかないもんね。はい、行くよ、せーの、国語。あるじゃん、今今ですよ。え、だから机あるじゃん。机机机机、どこにでも。いや、だから、はい、じゃあじゃあ、はい、学校にあるもんでしょ。机はどこにでもあるじゃん。いや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 、黒板は黒板はどこにでもないじゃん。黒板もあるし、茶色い机ね。それはあんたね。いや、私も思ったけど、でも机はあるじゃん、ここにも。あれ、確かに黒板も私も迷いましたよ、結構。じゃあ次は、黄色い果物。はい、あー、これいいんじゃない。これ来た。これやっと来たんじゃない。これはさ、もうだって答えようがないもん、他が。来た、いくよ。はい、せーの、バナナ。え、バナナでしょ。フレッシュです。フレッシュ、フレッシュだけど、一般的にはバナナでしょ。しかもすごい尖ってるし、このレモン、なんかイケてる。レモソに見える。レモソだよ。レモン。え、バナナでしょ。バナナですか。だってさ、バナナの方がよく食べるじゃん。レモンはお料理にちょっと使ったりとかあるけど、レモンそのものではなかなかさ、こうやって食べるじゃないですか。食べるね。じゃあ松本家ではそうらしいです、皆さん。おかしいな。じゃあ
人とも好きな Perfume の代表曲といえば、あ、これはね、これは、はい、私、はい、あのいろいろ もちろん曲は知ってるんだけど、多分ね、みんなに聞いてもこの曲しか知らないっていう人とか、あー、 OK です OK です、大丈夫ね、 OK です、ちょっと頼んだよ、はい、今度こそ運命の、運命じゃないか、まだ後にもあるけど運命です、はい、行きます、行きますよ、せーの、チョコレートでした、ポリいやいや、ポリリズムがもちろん Perfume がドカーンといった曲だし、それも、まあ、どっちか迷ったけど絶対合うと思ってた、あ、でも迷ったんです、うん、チョコレートディスコとポリリズムか、でも、うん、ライブで必ずやるからね、そう、ライブで必ずやるし、うん、やっぱ代表曲で Perfume だったら、うん、そうかチョコレートディスコしか知らないです私っていう人が何人かいたから、はいはいはい、はい、はあ、これも合わないか、でも、いや、でもどっちも正解だね、分かります、これ正解ですよ、うん、まあ、正解はないんだけどね、合わせることが目的で最後、最後ラスト、最後合うよね、よ流れ的にね、はい、OK、 シャラーラー、 OK、 はい、じゃあ、はい、次私か、あ、うん、ちょっと待ってもうちょっとポリズムの痛手があ、分かった、はい、じゃあ一番メジャーな祝日といえば、祝日、うん、はぁ、あ、祝日、うん、祝日、あのクリスマスとかはなしね、はいはいはい、イベントじゃなくて日本の祝日、はいはいはい、一番メジャーな祝日、祝日、うん、はい、これは大丈夫、自信ある、祝日、うん、なんとかの日、なんとかの日ってあるじゃん、はい、OK です、いく、はい、じゃあいきます、はい、最もポピュラーな日本の祝日、はい、せーの、子供の日、やもう絶対他がね、ちょっとそう、海の日とかさ、建国記念日とかね、思いましたね、でも子供の日でしょ、子供の日ですね、私も鯉のぼり描こうと思った、そこよかった、いやー、会いましたね、会いましたね、よかったね、よかったよかった、あー、感動、あー、感動感動、いやー、最後になんとか合わせることができ、ヒヤヒヤしました、もうちょっとね、ほんとここまで合わないかっていうね、ちょっと自信あったんですけど、でも楽しかったね、楽しかったです、すごい、じゃあ第10回はい、連想ゲーム、10回だよ、10回です、うん、連想ゲームでした、はい、ありがとうございました、まだね、チャンネル登録よろしくね、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレート